なんか素直な矢が描けちゃった。最近こうやってぐちゃぐちゃって描いて、これがアートだぜみたいな動画増えてきたよね。本当にいいものって上手いとか下手とかそういうところにはなくてさ、感情や脳にダイレクトに届くというものだと思うんだ。上手いとか下手とか、もちろんその人が絵にかけた時間っていうのは技術や熟練された技に比例しているとは思う。だからといって下手な人が描いた絵に意味がないとは思わない。いろんな人の思いが絵になってそれを見て楽しむ。アートとかアートじゃないとか芸術論って、いいものを見た後にそこに何があるのか、それを語った言葉であってほしいな。定義づけ、価値のあるなしを測る、そんなものに何の意味もない。芸術を語るってほとんどが後付け。目の前に美しいものがあれば美しいと感じる、それだけでいいと思う。素直に自分の心に耳を傾けて今日も制作できました。みんないつもたくさんのリクエストありがとう。今回のリクエストは言葉を使うより絵で語る方が美しい時がある。知らんけど。